ケネス、ケニー・ミラーは、スコットランド・エディンバラ出身の元サッカー選手、元スコットランド代表。現役時代のポジションはフォワード。第二次世界大戦後において、セルティック FC とレンジャーズ FC の両方に所属した5人の選手の1人。センターフォワードのみならず、セカンドトップやウィング的なプレーでアシストを量産する選手として知られる。ミラーは、ハイバーニアン FC で、 プロ生活を開始した後、レンジャーズ FC を経て、フットボールリーグチャンピオンシップのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC と契約し、エースとして2003年のプレーオフ優勝に貢献する。ウルバーハンプトンでの5シーズン後、スコットランドに戻ると、オールドファームの残り1つ、セルティック FC と契約し、1シーズンの在籍でスコティッシュプレミアシップとスコティッシュカップのタイトルを獲得。 ダービーカウンティ FC での1シーズン後、再びスコットランドに戻ると、レンジャーズに復帰し、2シーズン半の在籍で、リーグ戦、カップ戦、スコティッシュリーグカップのタイトルに加え、個人としてはリーグ得点王に輝いた。レンジャーズで大きな成功を収めた後、2011年1月にスユペルリーグのブルサスポルと契約し、初めてイギリス国外へと渡ることになったが、 短期間に終わり、カーディフシティ FC と契約。カーディフでの1シーズン後、メジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスに所属することになり、2014年6月にレンジャーズに復帰するまでプレーした。スコットランド代表としては、2001年に初出場を飾って以来、2013年に代表引退をするまで定期的に出場し、69試合18得点を、 記録した。ハイバーニアンエディンバラのマッセルバーグで育ち、1996年に16歳で、地元のハイバーニアン FC の下部組織に入団し、1997年11月29日のマザーウェル FC 戦でプロ初出場を飾った。1998年11月下旬から4部のステンハウスミュアー FC にて期限付き遺跡で過ごすことに、 なったが、ここでの4ヶ月間で、レギュラーとして公式戦13試合10得点、うち5試合で2得点ずつ上げる活躍を見せると、翌1999から2000シーズンは、アレックス・マクリージュ監督のもとで、チーム最多得点者として、スコティッシュプレミアシップの舞台で、セルティック FC とレンジャーズ FC 相手に得点を上げ、また、得点力のみならず、オフ・ザ・ボールでも働きを見せ、 スコットランドピーフ年間最優秀若手選手賞を受賞した。レンジャーズ2000年6月26日に石金200万ポンドでレンジャーズ FC と5年契約を締結する。7月26日に UEFA チャンピオンズリーグ2000から01予選の FBK カウナスで初出場を飾った。8月5日に敵地でのキルマーノック FC とのリーグ戦で初得点を挙げると その3ヶ月後の11月4日にセントミレン FC 戦でリーグ最多記録となる5得点、さらに AS モナコとアバリーン FC 相手にも得点し、14試合10得点と高い得点率を有した。しかし、その後は調子を落とし、2011年1月下旬のブレチンシティ FC とのスコティッシュカップでの1得点を加えた38試合11得点で2戦から01。 シーズンを終了した。ウルバーハンプトン2001から02シーズンに向け、ディック・アドフォーカート監督が、トーレ・アンドレ・フロー、ロナルド・デ・ブール、ビリー・ドッツ、マイケル・モルス、アラン・ジョンストンの既存の選手に加え、ショタ・アルベラーゼ、クラウディオ・カニーヒアとフォワードの選手を次々と獲得したことで、余剰戦力となり、2001年9月6日に、 ディビジョン1のウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC へ3ヶ月、貸し出される。期限付き移籍中には、18日のジリンガム FC 戦、次のオールソール FC 戦で得点を挙げる中、出場5試合目のノッティンガムフォレスト FC 戦で、鎖骨を骨折し、わずかな出場に終わったが、クラブの高評価から、2001年12月13日に、移籍金300万ポンドの4年半契約で、 完全遺跡を果たした。2002から03シーズンは、レギュラーとしてプレーしながらも、19試合の先発で6得点だったが、最後の半年間において、クラブ大記録の公式戦7試合連続得点を、含め24試合18得点を記録し、19年ぶりのプレミアリーグ昇格に貢献した。翌2003から04シーズンは、ヘルニアの問題から、 2003年9月27日のボルトンワンナラーズ FC 戦までスタートを切れず、初得点には10月28日のフットボールリーグカップのバーンリー FC 戦まで時間がかかった。しばらくは無得点が続いたが、2004年1月13日に FA カップのキダーメンスターハリアーズ FC 戦で2得点を挙げると、次のマンチェスターユナイテッド FC とのリーグ戦では、 決勝点を挙げ、さらに次のリバプール FC とのリーグ戦で同点ゴールと競合相手の勝ち点獲得に貢献したが、その後は多くの試合で先発を任されながらも、再び無得点が続き、チームは最下位に終わって1シーズンで降格した。翌2004から05シーズンも引き続きチームに残留したが、出場機会の 物足りなさを理由に2004年月に移籍要望書を提出した。最終的に移籍することはなく、デーブ・ジョーンズ監督との緊張関係にありながらも、最初の10試合で7得点と活躍を示すと、公認のグレン・ホドル監督の下では地位を確立しており、カール・コートと強力なコンビを組み、20得点でシーズンを終了しており、この活躍にからシーズン開幕前に、 プレミアリーグ昇格組のサンダーランド AFC から移籍金100万ポンド、120万ポンドと2度のオファーが届いた。サンダーランドのオファーをクラブ側が拒否したことで2005から06シーズンもウルバーハンプトンで迎えたミラーは2005年10月のハムストリングの問題による1ヶ月以上の離脱やウィングバック等の本職以外での起用が多かったにもかかわらず チーム最多の12得点を挙げた。ウルバー・ハンプトンでの五シーズンで公式戦189試合63得点を記録した。セルティック・ウルバー・ハンプトンから契約延長のオファーがあったものの、それを拒否して2006年1月に、セルティック FC とプレ契約で合意し、2005から06、シーズン終了に伴って、ウルバー・ハンプトンと契約満了となり、 2006年7月3日に自由契約でセルティックと4年契約を締結する。なお、レンジャーズとセルティックのライバル関係にある両チームで第二次世界大戦後にプレーした選手としては、アルフィコンジュニア、モー・ジョンストンに次ぐ3人目となった。背番号9番を受け取ってスタートを切ったミラーはシーズン前に行われた DC ユナイテッドとの親善試合で退場。 最初の9試合で無得点と、セルティックでの生活は難しいものとなっていた。その後、2006年9月にセルティックパークでのオールドファームでフルスレンジャーズ相手に初得点を挙げ、UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では、FC コペンハーゲン戦のペナルティーキックによる決勝点、SL ベンフィカ戦の2得点の3得点を挙げて、決勝トーナメント進出に貢献し、 レンジャーズとセルティックの両チーム所属した選手において UEFA チャンピオンズリーグで得点を挙げた最初となった。だがリーグ戦31試合4得点と期待外れに終わった。翌2007から08シーズンはゴードン・ストラカン監督の構想外となったために出場機会を求めて移籍を検討したが最終的に本位し定位置争いを決意すると 2006から07シーズン初出場となった2007年8月11日のフォルカーク FC 戦で初得点を挙げ次のアバディーン戦で2得点を挙げて2試合3得点としたダービーカウンティセルティック残留を決意し2007から08シーズンのスタートを切ったものの2007年8月31日に遺跡金225万ポンドで プレミアリーグ昇格組のダービーカウンティ FC と3年契約を締結した。ダービーでは出場の多くで先発を務めており、リーグ初出場を飾った9月17日のニューカッスルユナイテッド FC 戦において、クラブのシーズン最優秀得点賞に選出される、初得点にして決勝点を挙げ、29日のボルトンワンダラーズ戦でも得点し、本拠地で行われた、 最初の2試合で2得点を挙げ、勝ち点獲得に貢献した。しかし、以降は、得点数を2つ伸ばすにとどまり、30試合4得点で、シーズンを終了し、チームのプレミアリーグ創設以来、最小創得点という不名誉な記録に関与した。レンジャーズ戦とミレニ FC 戦で、スライディングタックルを仕掛けるミラーダービーカウンティが、広角濃厚なため、 2007から08シーズン中にフルスレンジャーズへの復帰を希望していた。それに対してポール・ジュエル監督から一定の理解を示されながらも適正な遺跡金以外は跳ねのけるとしており当初150万ポンドと見られていた費用は2008年6月13日に遺跡金200万ポンドで決着がつき3年契約でレンジャーズに復帰を果たした。 オールドファーム間を2度往来した選手としては、1890年代のトム・ダンバー以来となった。2008年7月30日に UEFA チャンピオンズリーグ2008から09予選のカウナス戦において、レンジャーズでの2度目の初出場を飾り、2008から09シーズン最初のオールドファームとなった8月31日に初得点及び2得点目を挙げると、 それから1ヶ月後のフルスハイバーニアン戦においても2得点を上げた。加入1期目は公式戦13得点とまずまずの成績を残してリーグとカップの2冠獲得に貢献すると翌2009から10シーズンは相次ぐ負傷に悩まされるスタートとなりながらも同シーズン最初のオールドファームで全得点に絡む2得点を上げて以来昨季よりも 得点数を大幅に増加させて公式戦21得点を記録しており、2010年3月のセント・ミレントのスコティッシュリーグカップ決勝戦では、自チームが9人に減少した苦しい時間帯に、決勝点を挙げている。クリス・ボイド遺跡に伴い背番号9を継承して、スタートした2010から11シーズンは、8月14日に、キルマーノックとの開幕戦でシーズン初得点を、 あげたのを皮切りに、22日のフルスハイバーニアン、戦でのハットトリックを含めリーグ戦で6試合10得点と高い得点率を有し、その後も最初のオールドファームで2得点を挙げる等で、得点を重ねていき、2011年1月上旬の時点で公式戦22得点を記録していた。冬の移籍市場において、他国のリーグへ移籍したことで後半戦は出場することはなかったが、 リーグ戦での21得点型選手に追いつかれることなく初の得点王となった。ブルサスポルレンジャーズでの活躍にかつて支持したマクリーシュ監督率いるバーミンガムシティ FC から遺跡金70万ポンドやアッコフフィオレンティーナからオファーがあったもののそれよりも低い遺跡金でオファーしていたスユペルリーグのブルサスポルと行為し2011年1月21日に 移籍金40万ポンドで同クラブと2年半契約を締結する。なお、2010年2月に UEFA チャンピオンズリーグ2010から11で対戦した際のプレーが相手側に感銘を与えていた。移籍完了から2日後の今夜スポール戦でパブロ・バタージャとの交代で最後の25分から初出場を飾り、初先発を務めたガラタサライ SK 戦で初得点。 次のスイバススポル戦で2得点を挙げ、15試合5得点でシーズンを終了した。カーディフシティカーディフシティ FC でのミラーブルサスポルで定位置を確保できず、クラブも放出を検討する中、フルスレンジャーズからのオファーをブルサスポル側に拒否されたが、カーディフシティ FC からのオファーは受け入れられ、2011年7月26日に移籍金87万ポンドで、 チャンピオンシップの同クラブへ完全移籍をする。ウエストハムユナイテッド FC との2011から12シーズン開幕戦で初得点を挙げた後、しばらく無得点が続いており、9月28日のサウサンプトン FC 戦で久しぶりに得点を挙げ、2得点を記録したものの、次の春して FC 戦において、開始10分に足の付け根の負傷したことで2試合離脱となった。 10月19日にマーキー・マッカイ監督によってバーンズリー FC 戦で復帰する準備ができたことが報じられ22日の同試合で復帰を果たすとともに先制点を挙げ同僚のベンターナーとの衝突による東部外省でベンチに退くまでの30分出場した12月にはバーミンガムシティ戦とノッティンガムフォレスト FC 戦でそれぞれ決勝点を挙げたが 2011から12シーズン後半戦において22試合一得点と調子を崩しており2月26日に行われたリーグカップ決勝のリバプール FC 戦では PK 戦を最初に失敗しタイトルを獲得できなかったバンクーバーホワイトキャップスバンクーバーホワイトキャップスでの初出場となったサンノゼアースクエイクス戦のミラーエティエンベリコニアが カーディフシティに加入に伴い構想外となり、2012年7月16日に特別指定選手としてメジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスに加入する。6日後のサンノゼアスクエークス戦において、ダレン・マトックスとの交代で試合残り12分から初出場を飾り、8月25日のポートランド・ティンバーズ戦で初得点を挙げる。加入初年度は、 制裁を書きわずかに得点終わったが、翌2013年シーズンは、髪色と共に攻撃を牽引しており、ハムストリングの負傷で一旦離脱しながらも、6月の復帰初戦となったニューヨークレッドブルズ戦で決勝点を挙げる等の活躍を見せ、7月には契約を2014年6月まで延長することに成功した。しかし、契約満了残りわずかとなった2014年5月に、 双方合意で契約解除となった。レンジャーズ2014年6月4日にスコティッシュチャンピオンシップのレンジャーズに1年契約で復帰する。8月5日にリーグカップのハイバーニアン戦において、レンジャーズでの3度目の初出場を飾り、8月30日のクイーン・オブ・ザ・サウス FC 戦で初得点を挙げた。リビングストン2018年6月、リビングストン FC に 選手兼任監督として移籍した。ダンディ2018年8月29日、ダンディ FC に2年契約で移籍した。パーティック失する2019年6月26日、パーティック失する FC に1年契約で移籍した。2020年1月に契約を解除した後、現役引退を発表した。2011年3月、ブラジル代表のルシオとマッチアップする。 スコットランド代表でのミラー2001年4月25日のポーランドとの親善試合においてクレイグ・ブラウン監督の下でスコット・ブーストの交代によって80分からスコットランド代表初出場を飾る2度目の出場を果たすまで約2年を要したが2003年3月にベルティ・フォックス監督によって UEFA ユーロ2004予選のアイスランド戦に招集されて 先発を務めると、初得点を挙げ、以来、2013年の代表引退までに、多くの試合で先発を務めており、ドイツ戦やウクライナ戦といった、いくつかの重要な試合で得点し、2005年度には、オーストリア戦、イタリア戦、ノルウェー戦との3試合で4得点を記録した。2010年10月のチェコ戦で、通算出場数50試合に到達。 2011年2月9日の北アイルランド戦では初めて首相を務め、そして得点を挙げた。クラブレベルにおいて、欧州以外のクラブでプレーすることになった後も、代表に出場し続け、2013年8月14日のイングランド戦で得点したが、その数日後の23日にクラブに専念するため、69試合18得点を記録した代表からの引退を表明した。 出展、出展、代表での得点出展、スティーブン・ A ・スミスとレンジャーズ FC 時代のミラーセルティック FC レンジャーズ FC。ありがとうございます。